いらっしゃいませ。お席にご案内します。ではこちらへどうぞ。なんか怒ってるみたいに見えるんだけど、あなたアキを怒らせたんじゃない？怒ってる？私が？そんなわけないじゃない。じゃあどうしてあんなに怒った顔をしながら接客してるわけ？え？怒ってる顔に見える？あなたにもそう見えた？そうだったのね。接客中に気を抜いて失敗しないようにってずっと思ってて、緊張して不愛想になってたのかも。なんでそんな接客なのよ。このお店が好きなんでしょ？そんなこと言われても、好きだから緊張しちゃうの。そうよね、怒りの感情なんて絶対伝えたくないもの。このお店が好きで楽しみたいと思っているし、それにお客さんにも同じ気持ちになってもらいたい。もっと素直になれたらいいのに。何それ、意味わかんない。そうだったの？最初から私のことを信じてくれていたのね。踏ん切りがつかない私を諦めずにずっと励ましてくれてありがとう。あなたのおかげでまた前に進めたわ。あなたがしてくれたように私も優しい接客をするように心がけるわ。それじゃあ行ってきます。マキ、やればちゃんとできるじゃない。二人ともありがとう。迷惑もたくさんかけちゃったけど、この職業体験で好きを力に変える方法が少し分かってきた気がする。きっとスクールアイドルのパフォーマンスでも役に立つと思うの。だからこれからもっともっと成長できるように努力するわ。